素材採取できる場所がありますよ。得て損にはならないでしょう。もうちょっとここにいたいわ。明日の準備は。文字が読めます。何の情報でしょうか。読んでみましょう。武器なら宝箱から拾うか、お店で買うのがいいでしょうかね。きっとそうだと思ってましたよ。Low-hanging fruit, man. Single moms. ふと思ったんですが、パーティー構成といえば、私がいた異界では女性ポーンばかりを雇うマスターがいましたね。それもまた一つの考えでしょう。
忘れられたリムストーン。異界知識ではこの付近にあるようですね。案内いたしましょう。ゴブリンがいます。用心に越したことはありません。私がお守りします。一社ですか。うまく使えば旅が楽になりますよ。夜間は運行しませんから昼の移動に限りですが。Was that the griffin?好きなら宝箱から拾う。さあどんどん行きましょう。絶対必勝。これがいつも決まるなら無敵ですね。我々みんな違う職ですよ。お気づきでしょうが、互いに得意とする能力は違いますから。器用貧乏にならないよう気をつけてください。任せてください。
少しお待ちを。終わってみればなかなかの健闘だったのでは。我らには戦の覚悟があるようです。人同士の戦いは気が進みませんね。敵対する以上致し方ありませんが。それもそうでしょうね。武器なら宝箱から拾うか、お店で買うのがいいでしょうね。それもそうでしょうね。
橋を渡る時も周囲に気をつけて。前後から攻撃を受けるかもしれません。この付近に宝箱があったのを思い出しました。異界で得た情報ですが、案内いたしましょうか。Is Mr. Queen? と言ってもおかしくないですね。どうにもなんねえのか。地獄見せてやら。なんで俺ばっかり。追撃はさせません。そこを探れば素材を得られますよ。ひとまず取っておけば後で使えます。近くに狼が。この敵は炎が弱点のようです。さあ、体力も戻りましたね。旅はまだまだ続きますから。さあ、冒険再開です。
武器なら宝箱から拾うかお店で買うのがいいでしょうかね。合意します。私の後に続いて。さすが各社様、いい一撃です。Mr. Queen not have any attack spells? ではこちらへ。頭にきた。何もかもおしまいだ。そこからゴブリンです。仕方ないですね。ここは私が。旧大典といえる立ち回りができました。この紅葉が我々をさらに高めるでしょう。
素材として使うものですね。組み合わせによって異なるものに変化します。いい攻撃ですね。武器なら宝箱から拾うかお店で買うのがいいでしょうかね。賛同します。
こちらですね。Level 19. ゴブリンがいます。警戒しつつ尻込みしすぎないように。恐怖なしのとどめでしたね。大したものです。長旅が予想できますし、牛車に乗るのも選択肢としてありでしょう。それはそうでしょうね。見てください。何かありそうです。よく見て判断すべきですね。武器なら宝箱から拾うか、お店で買うのがいいでしょう。そうですね。追撃は立ちません。我が剣に敵なし。そこから調合素材を採取できそうです。所持重量に気をつけて取りましょう。ついてきてください。ではこちらへ。まずい、まずい、まずい。明日は剣技の訓練でもするか。
does that mean? はしごですね。移動に使えます。こいつは便利ですね。ゴブリンです。私の背後に。各社様の一撃、頼りになります。武器なら宝箱から拾うか、お店で買うのがいいでしょうかね。そうですね。皆落ち着いて対応。見事。こちらですね。Do I have?ここでなら野営ができそうです。疲れた時はここに来れば良さそうですね。私がお守りします。
ますでしょうか。これに慢心せず次に備えましょう。私の後ここでいいはずですが、目的の相手がいませんね。時間をずらした方がいいかもしれません。待っているだけじゃ進まないか。これは何らかの条件変化が原因かもしれません。ここは意外と高さがありますね。落ちればそれなりのダメージですから。注意深く行動しましょう。そうですね。ここからだと案内できません。武器なら宝箱から拾うかお店で買うのがいいでしょうかね。おっしゃる通りです。到着しました。よく来た。武器は手に入ったか。おお。あの兵士なら訓練所に活気が出るでしょうね。ブレン殿に報告しましょうか。その人がいる場所までお供します。ではお先に。頼りにしてますよ。ここ
確か別件で行くべきところに近いか。どちらを優先するか迷…私は何より回復支援を得意としますので、自己判断で手持ちの支援品を各社様にも使用させていただきます。人目がないってのは不安だな。何も来てないのに疲れた。楽しみといえば人の噂話よね。あいつ全然戻ってこない。はしごがあります。段差移動ができますよ。うまく利用しましょう。さて、現場に向かうか。ベッドが恋しいな。旅人が多い場所ならなおいいね。欲しい場所だ。あいつ全然戻ってこない。ん？私に何か用か？おお、マルギット夫人、グレゴル殿と仕事をした縁で、奥方が季節の折々に私の健康を気遣う。この成果伝えに行きましょうか。武器なら宝箱から拾うか、お店で買うのがいいでしょうかね。それはそうでしょうね。どうです、見ていきます。またお待ちしてますよ。ここは宿…まあ、
普段そんなに客も来ない場所だから一人。でもなんとかなってるんだ。何か手伝いがいるかい？またお待ちしてますよ。そこを探れば素材を得られますよ。ひとまず取っておけば後で使えます。襲撃者がいないとは
我らに恐れをなしたかな。敵だらけよりはいいんですが。さすがにこの頻度で野営は臆病すぎますね。野営は必要な時だけで十分ですよ。よく来た。武器は手に入ったか？おお。私の後に続いて。私が拾ったものは各社様が優先してお使いください。体調も万全になりましたね。やることはたくさんあります。さて旅の続きといきますか。武器なら宝箱から拾うかお店で買うのがいいでしょうかね。賛同します。はしごですね。ここはや、まあ普段そんなに客も来ない場所だから一人でもなんとかな。何か手伝いがいるかい？毎度あり。
この包まないが前払いで頼むよ。気がつけばこのメンツとなって随分経ちますね。おかげで息も合ってきましたね。使われる立場ってのはすげえわ。ベッドが恋しいな。いつか来る終わりな。いきなり攻撃を受けました。挨拶する余裕もないとは薄いですね。了解しました。負ける気がしないとはこのことです。これに慢心せず、次に備えましょう。採取します。後に役立つ時があるでしょう。ここは私が守りに。見事です。敵に同情したくなるほどですよ。牛車に乗れば比較的安全に移動できます。果たして運賃に見合うか。武器なら宝箱から拾うか、お店で買うのがいいでしょうかね。それはそうでしょうね。
そこから調合素材を採取できそうです。所持重量に気をつけて取りましょう。またあそこに立像が見えますね。目的地候補として覚えておきますか。武器なら宝箱から拾うか、お店で買うのがいいでしょうかね。おっしゃる通りです。
採取を行います。何かに使えるかもしれません。素材となるものを入手しました。後々役に立つ場面があるでしょう。技師ですか。うまく使えば旅が楽になりますよ。夜間は運行しませんから、昼の移動に限りですが。見えますか？リザードは。
私がお守りします。マジかよ。素材採取できる場所がありますよ。せっかくですから探ってみては。武器なら宝箱から拾うか、お店で買うのがいいでしょうかね。きっとそうだと思ってましたよ。採取します。後に役立つ時があるでしょう。私の異界知識として、この近くの宝箱まで案内しましょう。よろしいですか。私の背後に。危なげなく戦いを終えられましたが、これに慢心せず次に備えましょう。狼です。Ha ha ha!
ぞ。誠実は保身の言い訳だから。武器なら宝箱から拾うか、お店で買うのがいいでしょうかね。それはそうでしょうね。Killed the oxcart driver. Now I gotta walk all the way back.私がお守りします。そろそろ暗くなってきましたね。多くの者が判明しにくい状況です。警戒を。ありましたね。もう無敵と言ってもおかしくないですね。一車に乗れば比較的安全に移動できます。果たして運賃に見合う快適さはあるんでしょうか。
油だ。今は炎を避けて。武器なら宝箱から拾うか、お店で買うのがいいでしょうかね。それはそうでしょうね。そこを探れば素材を得られますよ。所持重量に気をつけて取りましょう。この付近に宝箱があったのを思い出しました。異界で得た情報ですが、案内いたしましょうか。私は支援行動を重視し、常に各社様に寄り添います。戦いに各社様、ランタンを使われた。ここは私が守りに。各社様、よっぽど好きなんですね、物集めが。各社様、すぐに助けます。しっかりしてください。
論同意です。壊さない限り蘇ります。私にお任せを。最優先で破壊します。この一撃が決まるのが気持ちいいんですよね。宝箱がありますよ。近づくにはどうすれば。Could I take a dual hand at level 20?行くぞ。よし、一気に攻めましょう。休んだ方がいいかもしれません。 Where's the red field?武器なら宝箱から拾うか、お店で買うのがいいでしょうかね。きっとそうだと思ってましたよ。誰がこんな。確か忘れられたリムストーンが近くにありましたね。異界情報としてそこまで案内できますよ。
敵がいます。ゴブリンです。伯爵様、早く火を消さないと。伯爵様の敵ではなかったですね。まだ敵がいますよ。集中しましょう。エルモに行きました。こちら側からは破壊できませんね。そうかもしれません。ベルムントは昔、獣人の国だったそうですね。それは興味深い話です。ただ今の住民はそのことをよく知らないようです。待望の睡眠の時間ですね。分かっていますとも、各社様。私がいないと寂しいと感じているのでしょう。皆さん、おはようございます。旅はまだまだ続きますから。よく眠れましたか。